ります。しつこいですね。ストッカ塾の久保でございます。今日はですね、ちょっと町内会に昨日出てきまして、そこでまた一つね気づきがあったんで、ここでシェアしたいと思います。皆様のお住まいの町にも必ず町内会とか自治会ってあると思うんですよ。マンションにお住まいの方はマンション自治会とかね、あると思うんですけどもね、そこで起きそうな話でもあると思うんですよね。で、私が今回提案したのは、またしつこくね、ネット化、ウェブを使っていきましょう、メールを使っていきましょうっていうことだったんですよ。まあ、私は立場的に発言する機会が多いんで、話がね落ち着いたなと思ったら常にこれを出すようにしてるんですけども、例えば今回起きた事例っていうのは、地域でねゴミステーションってあるんですよ。でゴミステーションって勝手な人が捨てないように鍵をかけてるんですよ。で鍵についてはこうやって南京錠みたいにキーの鍵のものと、あとナンバリングの鍵があるんですよ。こうやってぐるぐる回してナンバーが揃ったらパカッと開くみたいな。そこでまず議論がありました。一つ目は、このナンバーの鍵っていうのはナンバーをね分からないと、忘れてしまった、そういう場合にもう開けようがなくて困っちゃうってことなんですよ。でそのナンバーを当番制で回してるはずなのに、今誰が当番か分かんないからナンバーが分かんなくなっちゃったっていうところがあったんですよ。そういう場合、鍵をね開けようがないんでゴミが捨てられないよって困るという住民の声があります。もう一つは鍵の場合ですね。この鍵っていうのは持ってる人はいつでも開けれるんですけども、鍵を開け損なったり寝坊したりとしてしたりっていうかしてですね、鍵の開ける当番が開けられない時もあるんですよ。出張に出て行ったりとか、うっかりして行ったり、当然人だからありますよね。そういう時に、おい何々さん鍵開けてくれよっていうふうに訪問できればいいですけども、そもそも誰がその鍵を持ってるのかわからないっていう問題とか、鍵を持ってるのはわかるんだけども出てこないみたいなね、出張に行ってるのか寝ているのかお風呂に入ってるのか気づかないのかわかんないけど出てこないっていう問題があって、結局どっちに対しても鍵が開かずにゴミステーションが使えないっていう問題がやっぱり出てるわけなんですよ。でその中で私はね、どっちを選ぶかっていうと、ナンバリングの鍵の方がいいんじゃないかなと思うんですよね。ナンバーの鍵の方が、でナンバーの鍵の場合だと常にねそこにいて、このキーがいらないわけですから誰でも開けれるんですよ。問題はナンバーがわからない、忘れてしまったっていうところですよね。じゃあナンバーを忘れた時にどうすればいいかっていうと、例えば町内会のホームページにナンバーがいつもそこにねあって、でそのナンバーをサイトでピピッと携帯で見に行けばいつも開けれますよねって提案したら、やっぱりね、いやそれはねスマホを持ってない人とかインターネットが苦手な人には通用しないからダメだっていう声もあるんですよ。それも一理あるんですよ。だから私が提案したのは、今まで通りペーパーで回すナンバーの管理もあって、プラスネットが使いたい人、ネットが便利だと思う人はそっちも用意してっていう二本わらじで言ったらどうですかって話だったんですけども、やっぱりここでね、なぜかね難色が出るんですよ。いいじゃないですかね、従来の方法があって新しい方法があって両方使えますよって言ったら便利なんですよね。そこで出た意見は、ホームページは金がかかるって言うんですけども、いや私はね1万4000サイト作ってきて全部無料ですよと、未だに無料ですよと、もう無料の時代ですよって言ったんですけど、なかなか分かってもらえないんですよね。そういうことが一つありましたね。であとね、ホームページを使って有利なことっていうのは結構あるんですけども、そのホームページが使えない人はどうするんだってことがありますよね。はっきり言ってホームページとかメールアドレスを使えないっていう方のが問題だと思うんですよね。新しい時代にどんどん合わせていって、で、コストを削減してたくさんのね人の手間っていうのを減らさなければならないかなと思うんで提案したんですけども、まあ、これはねすぐに、受け入れられると思ってないんで、私はどっちかっていうとね、ちょっと煙たがられる方になってくるのかなと思うんで、余計にですね意見が通りやすいように、もう地道な活動とかアナログな活動もしっかりとやっていかないといけないなと思うんですけども、まあ、ここまでしてね住民の方におせっかいする必要があるのかなと、そもそももうじゃあめんどくさいから私辞めますでもいいのかなと思っちゃうわけなんですよね。もちろんそういうことはしませんけども、やっぱ一人でも多くの方がね、特に若い方大事って言うんですけども、若い方にノウハウを合わせようとする人はなかなかいないっていうのが現状なんですよね。じゃあこれは誰を大事にしてるのかなと思うと、結局そのな今の自民党政治みたいになってくるわけですよ。自民党の批判をねちょっとここで引き合いに出して批判するっていうのはちょっとフェアじゃないかもしれませんけども、今までのことを繰り返すのは結構簡単なんですよ。でも今までのことを繰り返して新しい世代のことが、賄えるかって言ったら賄えないわけですよね。でも今ボリュームゾーンっていうのはもう今まで30年40年この国に暮らしてきた方だっていうのも事実なんで、その方の考えも尊重しないといけないのは確かなんですよ。ただやっぱり10年後とか30年後っていう未来を考えた時に、いまだにメールを使わない、ホームページがないとか言ってる状況っていうのはどうなんでしょうかね。未来を構築したことになるのかなと思うわけなんですよ。はい。で、昨日町内会の会場に来ていらっしゃった方、もう皆さんね、どっかにお勤め、もしくはお勤めだった経験のある方ばかりです。で、今ね、行政だろうが、どんな中小企業だろうが、それから個人だろうが、メールがあって当たり前、ホームページがあって当たり前の時代だと思うんですよ。そういう組織にいたにもかかわらず、もしくは今でもいるにもかかわらず、町内会だけでは使わないっていうね、この圧力があるっていうのは皆さんの地域でもあるんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。私はね、だから今の町内会のあり方が悪いとかね、
で、そんなんじゃダメだってそこまで言わないんですよ。新しい方法をちょっとずつ試してみて、ダメだったらやめるということで、ちょっとずつね、新陳代謝を繰り返したりとか、次の世代の人の参加をやっぱり希望するんだったら、次の世代の方が参加しやすいにやったらどうかなと思っていたんですよね。プラスですね、これは今回の動画のまとめになりますけどもね、ホームページがあって邪魔なことはないんですよ。邪魔なことはそれはホームページ使えない方、そういうのはスマホが使えない方はどうするんだって言ったら、いやそれはそういう方は従来の方法をそのまま使っていいですよと。でもプラスアルファでネットじゃないとダメって方のためにネットを用意するのはどうですかってことなんですよね。確かにネットが使えない方っていうのはネットの中でね、いろいろ動いてもらったら困るかもしれないです。でもそのためにリアルで会うっていう場は別になくさないっていうわけですから。もうね、はっきり言ってね、町内会活動ってむちゃくちゃすごいですよ。30日1ヶ月ある中の20日は稼働日なんですよ。で、誰が来れるんですかって話ですよね。20代とか30代の方、誰も来れないですよ。お昼の10時からとか夕方の4時からとか誰も来れないですよ。私暇だからずっと言ってますけども、私みたいな人間がじゃあいるかって言ったらいないわけですよね。そうなると私はいつも暇みたいに見られていて、仕事何してんのって聞かれるじゃないですか。仕事何してんのって聞かれたら、まあいろいろと言わなくてもいいことを言う羽目になるんで、いや無職なんですよってかっこ悪いことにみたいなことね、恥ずかしいこと言うことになるんですけども、でもやっぱり横を見回してみたら、どんな行事があっても夕方の7時からある会議でもこれはね出れないですよね。夕方の7時の会議に間に合う人ってどんな人ですか。どんなね素晴らしい会社に勤めてるんですかってほとんどないですよ、そういう方は。もしくは帰れても家族の時間持ちたいじゃないですか。でそういう中でインターネットで会議ができたり、インターネットの中で別に会議に参加しなくても情報が取れればそれでいいわけなんですよね。で毎日毎日情報のやり取りができる LINE グループみたいなのがあって、毎日そこで会議をしたり書類のやり取りすればいいんですけども、いまだにですねこういった紙の書類っていうのは私がね500枚単位で自分のコピー機で出して自分の経費でやってるわけなんですよ。まあ私は経費についてはどうでもいいんですけども、安いインクとかありますんでね、はっきり言って経費的には問題ないんですけども、じゃあ経費のことを考えて町内会館でコピーすればいいじゃんって話になりますけども、町内会館に行くコストがもう莫大なんですよね。で行ってコピー機触って印刷してみたいなねことしたら、すぐにもう時間も経ってしまいますし、あとねミスプリントに気づいたらまた帰んないといけないとかっていうのが、ね、結構ね町内会館でコピーするっていうのはもう昔の方法なのかなと思うんですよ。プラスですね、町内会館むちゃくちゃ暑いんで作業できないですよ。倒れますよ。あの蒸し風呂の中にいるわけですから。だから集会がある1時間前に私はね会場に行ってエアコンの電気をつけて、それで来た方は結構涼しいねみたいな感じでお迎えできますけども、私が5分前に行ってたら多分みんなして暑くって冷えた頃に解散みたいになっちゃうんでね、やっぱ大変だと思いますよね。皆さんの地区ではどうでしょうかね。なんか私の愚痴動画になっちゃいましたね。じゃあそれではですね、次はライブ放送ではないんですけども、一人で1億円稼ぐ方法について、これからね動画撮っていきますんで、これを実はねある特定の方にプレゼントしようと思ったんですけども、むちゃくちゃいい動画ができそうなんで、これはね全公開しようかと思います。本当にね、皆さんありがとうございます。皆さんのこうしてくれああしてくれこんな世の中の不満があるが、私のコンテンツをどんどん作らせていただくというね、そういうきっかけになりますので、要求どんどん上げてくださいね。世の中の不満をどんどん上げてください。それでは以上です。